どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、僕からあるお願いをね、一つしたいんですよ。ツイッターの方にこのようなね、ツイートをしました。これを弱体化してくださいというね、お願いなんですけど、これというのはね、まあ、ストナーのことですね。そして、まあ、開発者さん宛にね、このリップを飛ばしたんですけど、まあ、トニーフレイムっていう人は、トライアーチのゲームデザイナーの方で、まあ、すごくね、ファンというか、コミュニティですね。コミュニティに対してすごくね、積極的に返事をね、くれる人なんですよ。まあ、そのトニーさんに頼むから、ストーナーを弱体化してくださいっていうね、このツイートを飛ばしてみんなにリツイートしてもらって気づいてもらおうっていうね、作戦なんですけど、なんでこのようなことをね、してるかっていうとね、まあ、皆さんもうストーナーがね、もうぶっ壊れてるのを気づいてますよね。もう皆さん知ってると思います。もうランクマも相当ね、使ってる人多いじゃないですか。なのに一向に弱体化が入らないですよね。なんでだと思います？まあ、これ、前からね、僕が言ってるんで、知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、日本だけでほぼほぼ流行ってるんですよ。その LMG とかって。海外だとあんまりね、LMG 使ってる人いないんですよね。そして COD のこの武器とかの、まあ、バランス調整っていうのは主にデータをね、元に調整してます。まあ、使用率だったり、まあ、キルレだったりとかですね。使用率が高くてキルレも高いっていう武器ほど、弱体化されやすいんですよ。ストーナーが弱体化されないのは、まあ、使用率が、まあ、低いからでしょうね。でも、なんか普通にランクマッチね、行ってて、まあ、使ってる人絶対多いですよね。もう必ず1人や2人、マッチにいるじゃないですか。それでも弱体化が来ないのは海外で全然使われてないからだと思うんですよね。これはですね、もう昔からあるんですよ。 IW の時も BO4 の時もありました。IW では LMG が日本でめちゃくちゃ流行ってるのに、ですごいぶっ壊れてたんですよね、性能も。だけどね、一切、弱体化が来ませんでした。まあ、それはもう海外で全然使われてなかったからですね。まあ、全体の使用率、世界 での使用率を見たときに、まあ、日本だけで流行ったところで世界のね、使用率的にはそんなにね、増えてないっていう状態になってて。まあ、BO4 もソードフィッシュですね。バースト武器ですね。ものすごい猛威を振るってたのに、結局弱体化は来ませんでした。そしてね、今作もね、なんか同じようなことが起きるなーって予感してるんですよね。AUG とか M16 っていうのは海外でもちょっとね、話題になってたんですよ。この武器ぶっ壊れてるぜ、みたいので、ちょっとね、わーわー騒がれてたんで、弱体化入ったんですけど、ストナーに限ってはもう一切こう、話題になってないっていう、もうなんでやねんって感じなんですけど、このままだとまたね、今までの作品みたいに弱体化一切入らず、日本だけで流行るっていうね、この状態になりそうな予感がするので、今回このツイートをした次第であります。視聴者の皆さんもこのストーナーがね、猛威を振るっている現状をね、やっぱりね、変えたいって思ってる方が多いと思うんですよ。そういう方は、概要欄から僕のツイッターに飛んでいただいて、このツイートをリツイートいっぱいしてください。そしてこの開発者トニーさんに気づいてほしい。もう気づいてくれ、頼むから。まあ、散々ストーナーの性能がやばいと言ったんですけど、まあ、始めたての人とか、まだよくわからないと思うんですよ。本当に強いのとか、何が壊れてるのって思う方もいると思うんですけど、まあ、従来 COD の LMG ってね、まあ、基本的な、まあ、威力とかキルタイムですね、性能は強いんですよね。まあ、その分、まあ、覗き込み速度が遅かったり、機動性が遅かったりっていうデメリットがね、LMG 特有のデメリットがあるわけじゃないですかね。まあ、それでバランスを取ってるんですけど、ストーナーは基本的に機動性もある程度高いっていうところと、キルタイムですね。キルタイムも異常に早いっていう、他の LMG と比べて。RPD と M60 があるじゃないですか。この2つの LMG は、まあ、キルタイムはね、もちろんすごく早いっていうか、十分強いレベルなんですけど、覗き込み速度がすごく遅いので、しっかり構えて待ってる状態じゃないと、まあ、本領発揮できないというか、まあ、すごく LMG のバランス調整がされてるんですけど、ストーナーはね、こう、軽やかにもう動き回れちゃうんですよ。で、プラス、キルタイムも他の、LMG に比べて早いっていう。なので、ストナーはダメージ下げるなり、射程短くするなり、レート下げるなりとか、まあ、どれかしてほしいのと、まあ、あと、さらにあれですね、覗き込み速度はもっと遅くしていいんじゃないかなと思います。この動画撮ってる本当に2時間ぐらい前に、ウォーゾーンのアップデート来ました。DMR とか、デュアルハンドガンがさらに2回目の弱体化されました。まあ、これはね、もう、全世界ですごく、もう使われてて話題になってる武器なので、まあ、すぐ調整が入りましたね。DMR に至っては弱体化が足らなくてさらに弱体化っていうね、もう2段階で、しかも期間が短いですよね。1回目と2回目のこの間というか。いや、ほんとね、ストーナーもね、これぐらいのアップデートね、ほんと来てほしいので、皆さん、
日本の皆さん力合わせましょう、ここで。まあでもね、日本の COD プレイヤーの数じゃやっぱ世界のねプレイヤー数にはどうしてもね勝てないので、正直、まあ、反応がなかったり、まあ、弱体化もされないような、あ、しゃされない可能性がもちろん高いんですよ。まあ、無視される可能性は高いです。まあだけどね、言わないよりはねまだマシかなと思うので、今回ねこういう感じで、投稿してみました。まあもしかしたらね何か変わる可能性を信じてっていう感じです。というわけで今日はこの辺りで、ちょっとね早いですけど失礼いたします。概要欄からねツイートの拡散の方ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。はい、ここで終わって、あとはプレイ動画を流すだけにしようと思ったんですけど、さすがにそれだとちょっと手抜きですよね。なので、ちょっと質問コーナー、プチ質問コーナーをちょっとやります。ゲイですか？違います。でもよくゲイにモテそうなお尻だねって言われます。3度の飯より、ご飯はね、ちゃんと間隔空きすぎず、タンパク質はね、ちゃんとしっかり取らないと肩ぼっちゃうんで、ダメだと思います。ゲームをするときにモチベーションを保つために何かしていることはありますか？いや、特にないんですけど、まあ、もしこう、ちょっとね、まあ、モチベーションというか、まあ、ゲームにやる気が落ちてるなっていうときは、あえて、今、やらない。でも、そういう時ってね、基本的にあんまないですね。基本的に毎日やってます。いつも1時間ぐらいで集中力が切れてデス数が増えるんですが、どれくらい連続でやるんですか？まあ連続も普通に何十時間とか全然できちゃうんですけど、僕たちって。これはね、ひたすらやり続ければね、もう集中力がね、こう、保てると思います。もう、根性、体力、スタミナ、頑張れ。大好きです。結婚してください。Nope。長谷新さんとの出会いとラッシュクランからラッシュゲーミング創設までを詳しく。これはですね、ちょっとね、また今度詳しく動画で改めて作ろうかなって考えてるんですよ。まあでもちょっとね、時間がかかりそうなんで、いつになるかわからないんですけど、その時動画でね、伝えたいと思います。彼女、彼氏はいますか？ No。 結婚願望は？僕も今年25で、もう今年26だ。26になってしまうんですか。まあ、いわゆるアラサーですね。もうアラサーになってるんだけど。まあ、結婚がもうなんかね、昔は全然結婚なんてしないんだろうと思ってたんですけど、ちょっとそういう気持ちが、30歳まではなんかちょっと結婚したいな、みたいな。結婚してみたいなっていう気持ちがちょっと出てきましたね。いつも飲んでるプロテイン何ですか？まあ、これは生放送でもよく聞かれる質問なんですけど、ゴールドスタンダードの、今、ダブルリッチチョコレートに戻りました。ちょっと前まで、コーヒー味飲んでたんですけど、やっぱり原点に戻ってきましたね。選手として一番楽しくプレイできた作品は何ですか？まあ、どの作品も楽しかったんですけど、ワールドウォー2の、ワールドウォー2ですね。ワールドウォー2は、やっぱりあの、三井住友カードさんに、サポートしてもらって、アメリカ遠征をね、3週間ほど行ったんですよ。それがね、やっぱり一番の思い出になってます。Are you hacker? Yes, I am. 冗談ですよ。冗談です。Just kidding.今でも憧れている選手はいますか？憧れではないんですけど、参考にしている選手は、オプティックシカゴのエンボイですね。まあ、僕とプレイスタイルがすごく似てるんですよね。まあ、それの、まあ、めちゃくちゃもちろんね、世界トップ選手なので、まあ、ものすごい上手いのは当たり前なんですけど、動画配信とか、まあ、ツイッチでの配信と YouTube 活動もすごいね、今力入れてるんで、まあ、チームの練習の、試合を YouTube にどんどん上げてるんで、皆さんこれね、エンボイ気になる方はね、見てください。まあ、世界トップ選手なんで、すごい参考になると思います。てな感じで今日はこの辺にしときましょうか。またね、気まぐれでこういう質問コーナーとかやっていくかもしれません。というわけでお疲れ様でした。今日の動画良かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。